こんにちは、速稼塾のポです。皆さんはね、上司とか取引先との飲み会行きたいですか？なんか意味のない飲み会だとかね、また上司の愚痴聞くのか、上司の武勇伝聞くのかってもううんざりする人が多いと思うんですよ。ところがね、こういう人はね、まあ出世しないと思いますよ。上司の飲み会、上司の武勇伝が聞けない、上司の自慢話が聞けないっていうのは、まあコミュニケーション能力が低いんだと私は思うんですよね。上司のその取引先とかのね、自慢話ごときがイライラしたりとか、そこにね腹が立つぐらいだと、ちょっとまあやっていけないんじゃないかなと思うんですよ。逆に上司を気持ちよくして、取引先を気持ちよくしてね、乗せてあげて自分の手の上で転がしてあげることに快感とか喜びを感じれる、そして自分のコミュニケーション能力がまた上がったなっていうふうに学びの場にできる人じゃないと、なかなかきついんじゃないかなと思うんですよ。実際上司が自慢話をしたり、昔のね武勇伝とか語り出して、それすごいですねって、あ、それどうやるんですか、へえ、やっぱり若い頃そういうことされてたんですねっていうふうに感心すると、その上司はどう思うかっていうと、こいつなんか話しやすいやつだなっていうふうに印象づけて、チャンスをねいっぱいくれるんですよ。で、上司と飲むっていうのは、上司は完全にもうオープンマインドモードですから、取り入れやすいわけですよね。で、普段の業務の中では上司と部下っていうのがカチッとしてますんで、オープンマインドになりません。上司は上司を演じるし、部下は部下を演じてるんですよ。だからこの固い壁っていうのは破れないんですけども、飲み会の席っていうのはプライベートが半分入って、本性が半分入るわけなんですよ。ということは切り崩しやすいのと、何か失敗をしてもですね、何か無礼のことがあっても、酒の席という日本伝統文化、この言葉があるんで逃れられる。つまり人間の罪を酒が着てくれるんですよ。昔から代々お酒はいろんな罪を着てくれました。濡れ衣を人間に着せられて、人間は真っ白でいることができたんですよ。すいません、昨日は部長、飲みすぎて何言ったか覚えてません。これで OK です。部長の方も、うわ、部下のやつにえらい恥かかされたな、つくそ気まずいなと思っても、それ言われたら、おおみたいな感じでまた元通りなんですよ。そしてですね、上司が自慢話を聞いてもらうと、ものすごくね、心を許して喜ぶんですよ。ですんで、君も頑張れよって形になりますね。コミュニケーションいい関係じゃないですか、これね。でも飲み会をいやいや出ると、また始まったよみたいな感じで上司の武勇伝を避けるとかすると、どうでしょうかね、誰と心が近くなるんでしょうか。で、そもそも飲み会っていうのは、会社が会社のコストをかけてやってくれてるわけなんですよ。間違いなく上司の飲み会に付き合わされる部下、一般社員よりも、その上司の人の方が会社の経験年数長いし、会社から信頼されてるし、そして権限も持っています。さらに人件費あなたより高いってことなんですよ。だからこの人を立てずして、もう次がないんですよね。まあ、ですので、昔みたいに、ワンパターンにね、上司の飲み会が嫌、取引先との付き合いが嫌っていうふうな、こういうふうな決まりきった当たり前のテンプレートに、ね、沿って、それに洗脳されるんじゃなくて、みんなが嫌がってるんだったら俺はチャンスをつかむぜっていうふうに逆転の発想を持ってね、自分のカードを配りに行ってみてはいかがかなと思うんですよ。私はサラリーマンの時期っていうのはたった7年弱しかなかったですけども、それでもね、上司に気に入られる度はナンバーワンでしたね。上司が2次会、3次会、4次会っていくと全部付き合いました。限りなく付き合いました。そして最後まで私がいるんで、最後はマンツーマンですよ。2人ですよ。2人で河原で4次会ですよね。久保君はなんでこの会社を受けたのかねって、いや、実はなんとか部長の、なんか社訓に関する、お話をパンフレットで見て、ああこういう上司だったら一緒に働けるんじゃないかなと思ったんですよ。これ本当なんですよって言うと、そんなことまで読んでくれたのかね、あれはね、若い頃から考えてたことを、上司になったらこういうふうなことを書こうと思ったのが、ついにそうなったから書いてみたんだよ、同期のもんみんないなくなったよって言うんですよね。久保君、君も同期のもんどんどん辞めているだろうけども、君は残るって思うよ、そして将来この会社を私の代わりに背負って立ってくれないかねみたいなことね、なるわけですよ。いい話じゃないですか。多少ね、飲んでいると、そして気を許す瞬間っていうのは、まあ上司も本音が出るんですよね。で、そこで自分たちにしか分からないパートナーシップが組めるんですよ。まあですんでね、私はまあ、ちょっとこう異例の出世といいますかね、サラリーマンの中では結構出世が早かったっていうところもあると思いますし、日々の業務の実力よりもどちらかというと、上司と仲良しになるってことが、かなりできたのかなと思います。
まあ、ですんでね、本当に上司の方から特別扱いをいろいろ受けてましたね。その特別扱いを受けて引き上げてもらうっていうのも、まあ、一つのね、業務努力じゃないかなと思うんですよ。だってね、社内の人のことが嫌いだったらお客さんのことどうやって好きになるんですかとか思うんですよ。で、上司が嫌いなことを同僚とかね、部下に言ってね、上司のなんかああいう話に付き合わされるのは嫌だよねとか言ってたら、自分が上司になった時に部下が同じように接してきますからね。だから物分かりの良い先輩とか上司になる必要はないと思うんですよ。そもそもそんなとこじゃないですからね、会社ってのは。仲良く楽しく飲めるところとかじゃないんですよね。会社ってのは上位下達で、より自分よりも権力の高い人にどういうふうに引き立ててもらうか、喜んでもらうかってことの、ポイント取りゲームなんですよね。自分の主義主張とかそこにはいらないんですよ。もう 100% 自分の個性を殺して会社の意向に沿った自分になること、それが求められているだけですよね。もともと入社するときはそういう約束して入ったはずなんですよ。だから私はね、その、ピリッと兵隊になるっていうんですかね、やっぱりこの部活とちょっと比較するのは違うかもしれませんけども、先輩に絶対服従とか、キャプテンとか、あの副キャプテンとかね、なんとかコーチっていう風に、同じ学年でも名前がつけば、もう完全に背筋伸ばして、おはようございますですよね。それがすごく組織を運営する上ではものすごくね、生きてくると思います。逆に組織の中で個性とかを尊重すると、なんか規律が保てなくって、お客様からの信頼は得れないと思うんですよね。もちろんいつもじゃないですよ。個性を出していい場合もあるんですよ。だからそれをきちんと使い分けることが組織の中に属するってことだと思いますので、まあ私はそういうふうなね、形の生き方が合わなかったのかなと思います。今は誰と組まずに、たった一人で何をするときも、でまあジョイントするときはね、本当にちょっと軽い感じで、それでも深い信頼でっていう感じですかね。なかなかこの辺表現難しいですけどね、まあ、とにかくね、上司と一緒に飲むぐらいの度量とかコミュニケーション能力がない人は、まあ会社でも出世しないし、一人でやってても、まあ、鼻につく人はね、商売すればいろいろいると思うんですよ。だからそういうことにね、人の行動とか言動にいちいちね、心を持ってかれるようでは、まあうまくいかないんじゃないかなと思いますけどね。ということでございます。まあ、吉田さんね、上司との飲み会どうですかね。まあ、上司との飲み会がつまんないのか面白いのかっていうのは、自分がその上司から面白いことを受け取るのか、つまらないことを受け取るのか、自分の受け取り力、受信力の差なんじゃないかなと思うんですけどね。さあ、受信力、久々に出ました。速稼塾の、まあ、有名キーワードですよね。受信力。受信力を高めていこう、みたいなね、ことを言ってますけどね。さあ、この受信力について吉永さん、なんかテーマトークが展開されることを期待しております。それではいってらっしゃい。